捨てたもんじゃねえこの人生。ということで、ETC をね利用してちょっとドライブをしていきたいと思います。リカ ETC で上げていこう、テンション上げていこう、リカ ETC。 はい、はい、よろしくお願いします。変更できます。レッツゴー。方面に向かっています。役場新しくなってるね。それにさ、この道も新しくなってるし、なんかしばらく通らないうちに変わったよね。でこれをまっすぐ行っちゃうとそのお店に行けないんで、ここを左折します。さあやってきました。見てください、グスクまんじゅう。そしてこっちはまんじゅうだけじゃなくてね、いなりとかチキンもある、見てください、いろいろねありますんでね。今日は僕らはグスクまんじゅうを買ってみようかなと思ってます。早速じゃあ行ってみよう。3種類あります。3種類、小豆、ごま、あさっての向こうの紙ですね、向こうの紙、向こうの。ああ、こっちこっち。はい、はい、下ですね。じゃあさ、1個120円です。120円。1、2。じゃあ、2個ずつを全部。はい、6個ですね。6個。はい、そうですね。はい、お願いします。あさの稲荷もお願いします。いろいろね、まだ天ぷらもあるし、はい、ありますよ。はい、おいしいんだよね、ここのね、あの黒いなりもおいしいんだよ。あと饅頭もおいしいし。すいませんね、いきなり来て。いやいや、おいしいですよ。見てくださいね、ジョニーギノワンチャンネルですから。あ、ぜひね、はい、見させていただきます、ね、はい。ここ何年ぐらいになるんですか、お店やってから。このお店やってからは8年ぐらいです。8年ぐらい。なんかもっと前からあるみたいな感じします。まあ、前は向こうの方でやってましたので。下の方で。上の方です。あ、上。ワイヤスブラックで。あ、坂登ってったとこですよね。あ、そうかそうか。その民家だったので、うん、ちょっと駐車場も少なくて、うん、お客さんもやっぱりね、知らない方が多くて。うん、たまたまこの店舗が空いたので作ったんですけど。なるほど。いや、こっちも分かりやすいからね。そうですね、この道です、うん。ただ今道が変更になって。そうですね、変更になったからまた少しあの減ってはきましたけど、ちょっと車のあれがね。だから今こっちに来ながらね、うん、道新しいのができて、あれ、この前の道っていうのはあのどうなんだろうなというふうに思ってたんですよ。あ、ね、後ろの方になってしまったからね。ね、
でも静かになってあのみんなが行きやすくていいんじゃない？入りやすいと今は言いますよ。ね、入りやすいみたいですけど、うん、通りすがりのお客さんがたまに前はいらしてたんですよ、うんうんうん、通りすがりなんだけど看板が見えたからっていう、うん、そういうお客さんがちょっと少なくなったかな。なるほどね。いやいや、いやここにとタンクにございますが何にします？じゃあね、3個入り3個入り、うん、はい、以上でよろしいですか？はい、おいくら万円？はい、1101万円ですね。いいね、ノリがいいね。1100、はい、ごめん、僕100円の持ってないから1万円の方でいい？はい、いいですよ。じゃあ、1円のサービスして1100円で、ね、ありがとう。すいません、なくなった？はい、1万円。はい、はい、ご検索ください。はい、はい、ありがとうございます。この、写真のようにあんこもいっぱい入ってる？いっぱい入ってますよ。おお、楽しみ。あんまり甘くなくてから、うん、いくらでも食べられる、はい、うちの家っていうのはですね、うん、調味料にいろんな添加物とか保存剤とか全く使ってないものですから、うん、賞味期限が今日だけなんです。今日で食べないといけない。食べられない場合はもう、うん、冷凍にするか冷凍にするかで、冷凍にするかまた隣の人にあげるか。そうですね、隣の人に配るか、配るか。なるほど。で、YouTube を見てる皆さんも、買いに来た時はたくさん買ってから、隣近所お父さんお母さんに配ったりしてみてくださいね。ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ニューフェイデビュー。リナとかね、ファンですよ。主人と二人。いや、本当にファンかどうか、僕がウリヒャーと言ったらちゃんとデジナトンって言うから、ちょっとやってみよう、ね、やってみようね。ウリヒャー。デジナトン。ウリヒャー。デジナトン。最高。ありがとうね。ありがとうございます。はい、じゃあもう今日これね、持って行ってから、この辺の公園で食べていきます。いいですね、はい。ね、ありがとう。早速ね、チケットを買って中に入ってみようね。じゃあ2人お願いします。はい、あそこにステージみたいなのがあるでしょ。昔ね、ここはあそこでコンサートやったことがある。懐かしい。で、ここにはね、遊園地があって、なんていうのあれ、観覧車とか、あと飛行機がこう回るやつあるでしょ。そういうのもあってね、またね、向こう側にはね、動物園があって、動物もいっぱいいた。ここが、楽しい時、そんな時に歌がある。辛い時、苦しい時、そんな時にも歌がある。くよくよすなよ、メソメソすなよベイベー。明日は明日の風が吹く。さあ思い切りシャウトしよう。俺たちはみんな選ばれて、精神の慣れの果て。さあ思い切り歌おう。中城跡公園、世界遺産ですね。散策していたら、ビーチサッカーの選手、こんにちは、よしき君、鈴木よしき君、はい、ね、会いました。チーム名なんだっけ？相馬プライヤー沖縄です、ね、西原で練習してるとこだよね。そうです、そうです。ああ、ここは、中城は初めてです。初めて、はい、よかったでしょ、僕がいろいろ説明して。まさか会うとは。いやいや、ね、で今 YouTube を撮ってるんだけど、実は僕らはこの中城を撮るために来たんじゃなくて、はい、本当はね、
この北中城村というところに、はい、グスクまんじゅうというものがあってそのおまんじゅうを買って公園で食べようかなと思ったらこんな感じになったわけ。だからせっかくだから、はい、吉木君も一緒にそのまんじゅうをね食べようかなと思うんだけど、はい、まんじゅう好き？まんじゅう大好きです。大好き、はい、オッケー。じゃあここにねこれまんじゅうあるわけよ。ね、このまんじゅうをねすごい一緒に食べよう。さあちょっと待ってよ、これは一応置いとく。めちゃめちゃいっぱいあります。めちゃめちゃ買ったんだよ。これが少なかったら一緒に食べようなんて言わないけどね。ほらおすごい、これゲットという葉っぱだけど、はい、それに包まれてるね。食べれるんですか、これは。これは食べれない。食べれないですか。匂い付けですね。匂い付け。じゃあ、どれでも好きなの。いいですか。うん。なんかこの緑の方が美味しそうだよね。美味しそうです。いただきます。いただきます。3人大丈夫ですか、なんか。はい、慣れない人は匂いがきついて。ゲットの匂い、大丈夫？あ、大丈夫です、大丈夫です。うん、どう？美味しいです。あ、美味しい。あんこもこんなにいっぱい入ってる。でね、そのゲットーの匂いが、沖縄に住んでる僕ら、これがすごくいい匂いなんだけど、うん、でも、沖縄の人じゃないか、はい、沖縄以外の人は、皆さん、この匂いがちょっときついねって言ってる。美味しいですね。美味しい？はい。あ、よかった。じゃあ、よしくこは、しばらくはこの沖縄で頑張っていくんだ。そうですね。うん、ビーチサッカーってオリンピックにもある？オリンピックはないんですけど、ワールドカップはあります。あ、本当？はい。皆さんのチームは強い方？自分のチームは強いです。お、日本で一番強いです。あ、本当？はい。すごい。じゃあこれ楽しみだね。はい、そうです。あ、帰ったらね、ちゃんと、はい、ネットでチェックするから。 ありがとうございます、ね、出てこないと思います。ということでね、鈴木よしこ、相馬プライヤー沖縄、ね、そこの選手です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、何を笑った君は。ジョニー・ギロンの T シャツができました。T シャツ以外に最初に作ったやつですね。ウリヒャーデージナトン。こちらの方もよろしくお願いします。この CD も T シャツもベースというところでね、売ってますのでね、URL をこちらの方に貼り付けております。ぜひ皆さんお買い求めください。